今回は日本代表の10番誰か分かりますか？はい、中島翔哉選手のプレーを解析していきたいと思います。皆さん分かると思うんですけど、ドリブルが異次元。海外の選手、コロンビアとか本当に強いチームが来るぞ来るぞって分かってても普通に何回も抜かれちゃう。このぐらいドリブルの技術が特筆してます。カットインからの大外クロス、超絶うまい。うわー、そこキーパーと最終ラインのディフェンスの間に毎回落とすよなっていういやらしいところに毎回上げてきます。まあ、みんな本当分かると思うんだよな。いつもどんな顔してプレーしてる？はい、サッカーを楽しんでます。もうこれね、真剣勝負の中でそれできるっていうのが本当にすごい。楽しいからやってるっていうのをね、常に忘れずにやってるっていうのがプレーもそうだし表情にも表れてます。得点力がある。ドリブラーでもトータルで見るとなっていう選手って結構今までの歴史上にもいたと思うんですけど、彼はドリブルもすごい、パスもすごい、そしてシュートを決めますね。世界的に花形の選手っていうと点を取るんですよね。でこの点を取れるか取れないかっていうのすごく大きいと思ってて、ここぞのところでドリブルで終わるんじゃなくてドリブルからゴール、そこまでやりきるっていうのがすごいと思います。さあ、じゃあ中島翔哉選手解説していきましょう。で彼のねドリブルの中で僕がすごい上手いと思ってるのは軸足リードと軸足バックの使い分け。ペースはそこが気づかずに半歩前にいられてる状態をいつも作られてる。どういうことか一応復習します。ボールを蹴る方の足、蹴り足、ボールを蹴らない軸足、この2つがあります。この軸足が前にあるのが軸足リード、軸足が後ろにあるのを軸足バックと呼びます。どちらにも良さがあって、軸足リードは近くに行った時に守ることもできる、パスすることもできる、縦にドリブルをすることもできる、カットインをすることもできる、何でもできる。スピードに3歩4歩立った後のスピードに乗りやすく、そのまま走ったような状態でプレーができるというのがメリットです。ただどちらにもデメリットがあって、軸足リードの場合は最初は速いんですけど、その後ずっとこうやってると遅いっていうのがあるので、2歩3歩目になったらトンと初速いった後は軸足バックに変えれた方がいいですね。逆に軸足バックの悪いところはボール、手足が前にあるのでボールと足が離れやすい、はい、でこの離れた瞬間というのはボールを動かすことができないので、ディフェンスにアプローチされると取られる確率が高くなったり。彼はその軸足リードと軸足バックの使い分けがすごくうまくて、ディフェンスが対応できる届く範囲まではスピードを上げた軸足バックでスピードを上げると、ディフェンスが対応できるであろう距離に入ってきたら軸足リードにして、縦も中も守ることもキャンセルも全部できるような軸足リードに変える。そしてまた抜けるぞってなったらドーンと初速で動いてから軸足バックに変える。このバックリードバックっていう形でどん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 ね巧みに変えていくっていうのはすごくうまいですね。なかなかねそれってできないんですよ。大体がバックだったらバックのままドリブルパーンとしてバチンと取られてしまったり、リードだったらリードのままずっとこういう感じで運んでしまう選手が多いです。バックリードバックリードバックとかね、その使い分けがすごくうまいからディフェンスはやられてしまうと思います。軸足リードを使う、近くになったら使うメリット、半歩相手がずれてしまうっていうのはどういうことかっていうと、ディフェンスって通常ボールとゴールを結ぶ線上に立ちなさいって言われてるんですね。僕自身もそうなんですけど、このディフェンスは基本誰でも抜ける。でどういうことかっていうと、ボールとボールの結ぶ線上に立った場合、軸足バックでドリブルしている状態だったらそこは適正の場所ですね。どこにでも対応できる。だけど軸足リードになった時にボールとボールを結ぶ線上に立っていると、実はこの軸足リードっていうのはここにボールはあるんですが、蹴る時の最大速度、一番力を入れているところって軸足の横なんですよ。ここにボールがあるような状態で本当はスッと蹴ってる、運んでるんだけど、ここにボール自体はあるので、ここに立ってると半歩ずれてるんですよ。ここにボールがあるような状態なのに、ボールとゴールを結ぶ線上に立ってない。本来はそこに立たなきゃいけないのに半歩ずれてるので、その分でかわしやすいと。その軸足リードを使うとどうなるかっていうと、ここにボールはあるけど実際はここにボールがあるような状態で守んなきゃいけないんだろうと一歩ずれると、そうなったら今度こっちが開くんですね。これが軸足リードの抜けるカラクリです。これをスピードに乗った
軸足バックで来てからここでリードにされてこうやってやられたりするのでディフェンスは対処できる。すごい肝の部分を話しちゃったな。本当にドリブルが抜けるようになるといいので活用してください。これができるともっともっと深いね、部分もあるので次の話ができやすいので覚えてください。ディフェンスが縦に普通にやったら抜かれてしまうよってなった時のそのカットイン行った後のこのクロスよく見ると思うんですけど、翔也くんはこれがすごくうまい。何がうまいってコーナーキックも彼蹴って全く同じなんですけど、ここにボールを置いてこういう風にひねるキックができればここにこういう弾道で絶対にボールが行くっていうものをたくさん蹴ってるんでしょうね。形にするだけ縦行くぞと見せてカットインしこの形さえできれば絶対にそこに味方が動いてくれればそこに出せます。これがまたクロスでのパスが近くの選手じゃなくて大外だったり奥から2番目だったり遠いサイドにあったりするので止められないんですよ。どういうことか、近くのサイドに蹴るっていうと角度的にねこういう風になるんですよ。でも遠くのサイドっていうとちょっとこうやって蹴るところから見て右側に角度が動くので、ディフェンスもね一人目のとこだったら足触れるぐらいかもしれないんだけど、近くのサイドだったら遠くの大外ってなると思いっきり出さないとガードできないんですよね。ブロックできない。でそれをブロックするぐらい体投げ出してやってしまうともう彼はまたこう仕掛けて持っていけてしまうのでディフェンスはどうしたらいいかわからない。縦抜かれるから怖くて縦切るでしょ。そしたらカットインいかれちゃうでしょ。カットインいかれちゃうから縦なんだけどここに来たものは警戒しようとするでしょ。そうすると深い大外に対してここをやっても足が、ね、当たらないぐらいのところにパスを出されちゃうんですよ。皆さんならどうします？難しいからパスが出た時にはもう寄せ切ってるかインターセプト狙わなきゃいけない。だけどそこでこのプレー知ってます？中島翔也くんがやったエラシコ有名なので YouTube とかたくさん載ってるんですけど、ディフェンスがインターセプトをしようとした、ディフェンスが取ろうとした、はい、パス来たのを反転ですよ、はい、でもう一人置き去り、ここにいた人置き去り、次ディフェンス斜め前にいたんですけどその選手をエラシコでかわすと、一人目を置き去りエラシコ、近くに寄せよう、やばい寄せきれてない、そのままだとやられちゃうから頑張って寄せようっていう気持ちがあったからこそディフェンスもその動きに一個一個に反応してしまってかわされちゃう。近く行っても抜かれる、遠ざけて自分の形にされたら絶対抜かれる、あの選手どうやって止めよう。しかもサッカー楽しんでるから1回2回たまたま止めてもどん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 来ちゃう、日本の10番止めれない。あとは楽しむ、ここが一番のストロングポイントだと思ってます。2つ楽しみってあると思うんですよ。フットボールをする楽しさ、勝つ楽しさ、両方得ることが大事なんだけど、いつの間にか勝つ楽しさが強くなりすぎてサッカーを楽しんでない。実際ね、いろいろな選手と話してて、いつの間にかそういう気持ちはなかったんだけど自分らしさを失ってしまう選手っていうのはいます。その中でもどんなに高いレベル行ってもね、それを見失わないで自分らしさを出せる翔也くんは唯一無二だなと思います。リフティングドリブル見た？あのリフティングドリブル最高だよ。楽しさがにじみ出ちゃって試合中リフティングしちゃったって、こんな感じで、じゃあ皆さん翔也くんのすごいとこ分かりました？他にもね細かく言うとたくさんあるんですけど、まずはこの大きく分けてこんなとこがすごいなっていうのを紹介したので、ぜひ活用してみてください。なら